体操の、リメイクシートを使ってこの玄関のドアをリメイクしていきたいと思います。で、このシートは前ね、あの冷蔵庫にリメイクシート貼って木目調に DIY したやつと同じやつです。まあね、要するに余ったってことです。で、これをなんかね、腰掛け風にしていけたらいいかなっていうふうに思ってます。で、まずはあのウェットシートでドアを拭いていきます。やっぱりね、綺麗にしとかないとホコリとかがつくと粘着力が落ちちゃうので、綺麗にしていきます。私、おじいちゃんの家を使わなくなったお家を DIY してるんですけど、まあね、古くから見てる人は分かってると思うんですけど、結構ね、汚れとかもあったんですけど、ドア意外と拭くと汚れ取れてきます。完全にじゃないけど、今回はこの下半分のところを塗装じゃないやリメイクしていくんですけど、最終的にはこの上の方もあのいろいろやっていこうかなっていうふうに思ってます。で、このリメイクシート、なんか光が影で分かりづらいね。ちょっとドア一回閉めますね。ドア閉めた方が分かるかな。あ、わかるね。じゃあドア閉めてやっていきます。で、これを開けていきます。これはね、100円です。問題はね、これが3つしかないってことなんですよね。まあ余ってるから使うっていう感じなのでそうなっちゃってるんですけど、3つで足りるかをまず当ててみて、あの検証していきたいと思います。足りるといいな。あ、長さはね、結構十分にありますね。ポストの上ぐらいまで。いらないかなって思ってるんですよね。ポストの下ぐらいでいいかなって思ってるんですけど、どうなんだろう。まずこれ、ここが1枚目でしょ。で、3枚持ってるからここがだいたい2枚目でしょ。あ、足りるんじゃないこれ。ね、足りそう。ということで、じゃあ早速貼っていきたいと思います。で、冷蔵庫の時と一緒でこういう剥がし用のシールが入ってるんですよね。だからこれをピロンとやって剥がしていきます。私、何でもね、なんか不安症で多めに買っちゃうんですよね。なんか多めに買っちゃうっていうか、なんか DIY してると物足りないと次進めないじゃないですか。だからね、何でもね、ちょっと多めに買ってるんですけど、それがね、なかなかね、こう、出費になる。で、貼るときは、どうなんだろう。あ、あれだな、これやっぱ開けないと、あれかも。ドアちょっと開けて、下の方から貼っていきます。なんかシートとシートがね、パッ。あ、でも意外と元に戻るんですよ。
伸ばしながら貼っていきます。隣に貼っていきます。
重なり合うとこがあると思うんですよね。だから貼るときは一回ちょこっと開けてからやった方がいいと思います。でシールを取ってでこれをまたでここにシートはこの木の節みたいのが柄でそれぞれ違うのでその柄を見ながらなんかこんなどっちにしたらいいか考えながらやっていくといいと思います。これはね、100均のリメイクシートの中でもかなり使えるシートじゃないかなっていうふうに思います。なんか、ね、縦に木目調なので縦にっていうかね木目調はね使いやすいなって思います。もう切りづらい。していきます。これはねこっちから切るの難しい。でこっち側のチョベットの部分これも貼っていきます。
でどうだろうな、幅的に。冷蔵庫の側面をまだ貼ってないんですけど、でも3枚じゃ足りないな、でも買いたさのだなとか思ってて、それで今回ここに貼るようにしたんですよね。あ、これさ、ちょっとあれだな、高さが合ってないのかも。こことここがちょっと高さが合ってないですね。切っちゃおうか。そのまで調整します。で、先に横の方を貼っちゃいます。で、当ててみてどのぐらいの幅が必要かを考えます。で、とりあえずこの木の幅で切っちゃいます。で、その後にね、もうちょっと調整していきたいと思います。ここだから折り目つける作戦にしようかな。こうやって折り目をつけて、で、そこが後ろが方眼用紙みたいになってるから、ね、その線に沿って切っていきます。なんかずれてるかもしれないけど、まあ
んで、あんまり熱は使ってないんで、よしとしてます。難しい春の。
がね、こんな感じでね、ちょっと張りすぎちゃってるんですよ。そうするとね、ドアを開けるときにペリってね、言うんですよね、くっついてるから。だからここをちょっとね、余分なところ切っていきたいんですけど、なかなかね、難しい。カッターで切ってみます。ではカッターで次は切ってみます。ピリピリピリ、お、いい感じ。いや、もう最初からカッターで切ればよかった。めっちゃいい感じじゃん。おー、いい感じ。さあ、この上のところをまたカッターでやったら綺麗になるか。この上のとこね、まっすぐにしたいんですよね。難しいわ。もう上諦めるわ。じゃあこれで完成ということで、ではですね、この100均のシートを使った鉄壁風の玄関が完成しました。今回はですね、ちょっとね、間に違う用事挟んだんであれですけど、でもこの貼るだけなんで、本当かかった時間はかかっても、1時間半ぐらいかなだと思います。だからね、すごい簡単にできました。このクッションシート、これほど、これよりはちょっとね、空気入ったりとかするから難易度あるかもしれないけど、でも、この小さい範囲だからすぐできました。でね、かなりね、雰囲気も変わってきていい感じになったんじゃないかなっていう風に個人的には思ってます。全体のムービーも後で写していきます。で、靴脱げた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。で、皆さんのコメントもすごい嬉しくって読んでます。でね、最近はね、ずっと前から見てくれた人もこのまま見てくれてたり、あとは新規の人とかも増えたりとか、ツイッターでなんかね、一緒に宣伝してくれたりとか、私のチャンネルを。そういうのね、すごい嬉しいなっていうふうに思います。ではですね、これからも頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。で、次はこのドアをね、塗装していこうかなっていうふうに思います。ではですね、またよろしくお願いします。では、お部屋のムービーへ。